すぐる誠実には、総会を無事に終えることができました。2023年度の歩みを、感謝を持って振り返り、新しい2024年度の計画を、神様の前でご一緒に耳を傾けました。この新しい年度の歩みも、これまでと、 同じように変わることなく神様の言葉を私たちの真ん中に据えて一歩ずつご一緒に歩んでまいりたいと思います。本日開かれたのは列王記に記されるエリアの物語です。エリアの物語の初めの部分です。 まあ、今日からしばらくの間、私がこの講談を担当させていただくときには、この預言者エリアの物語を読み進めていきたいと考えています。まあ、先日、解放衛戦にも書かせていただいたのですが、去年、昨年度から、まあ、旧約聖書を学校の授業で受け持つことになりました。 これまでは、まあ、新学校を卒業してから、まあ、15年近く、新約聖書を担当していましたが、まあ、そこを離れて、去年から、旧約聖書を受け持っています。まあ、ちょうど水曜日の祈祷会でも、旧約聖書を読み進めています。そこでまあ勉強させていただいて、そして、この講談を担当するときに、まあ、時々旧約で、 取り上げたことをそして学んだことを授業でも語りまた逆に授業で私自身が学んだことをこの日曜日にここで話させていただくということを、まあ、昨年の1年間続けてまいりました、まあ、皆さんもご経験が終わりかと思いますが、まあ、聖書は 読めば読むほど、帰ってわからなくなる、まあ。そういう不思議な書物です、まあ。特に旧約聖書はそうかもしれません。私も、まあ、毎年少しずつ知識を蓄えているはずなのに、年、まあ、を重ねるごとに、まあ、疑問が増えてくる、疑問が生じてくるような気がします。まあ、その中で、まあ、昨年1年間、 学んだ中で、まあ、一番大きな疑問がこのエリアでした。エリアは、まあ、預言者の代表と言われています。まあ、けれども、まあ、なぜ預言者といえばエリアと言われているのかが私の中で、まあ、すっきりとした答えになりませんでした。新約聖書のマタイ マルコ、ルカ、三つの福音書に共通して、三上の変貌という出来事があります、まあ。十字架を目前に控えて、イエス様がご自身の死と復活を、まあ、弟子たちに語る。まあ、その後で、まあ、山の上でイエス様の姿が変わるという出来事です。まあ、イエス様は一人しかいないはずなのに、そこにモーセとエリアが現れて、 イエス様と三人で語り合うという出来事です。まあ、解説を読みますと、モーセは立法の代表、エリアは予言の代表であって、その二人と語り合うイエス様、まあ、立法、予言、まあ、そしてイエス、キリスト、この三つが揃って、 神様の救いの歴史が完成するのだと、そのような説明があります。それ以外にもエリアはたびたび登場します。イエス様ご自身がエリアの再来だと思われていた。また十字架の場面で兵士たちがエリアが助けに来るかどうか見ていいよう、などと話していたりします。 エリアという預言者がイエス様の時代にとてもよく知られていたことが福音書からわかります。他に預言者はいくらでもいるのに、エリアだけがやけに登場回数が多いのです。ですから私もこの本の受け売りで預言者の代表であるエリアという言葉を鵜呑みにして 言言者ととったらエリアなんんだと、まあ、自分でで思い込んでい込ました、まあ、しかし他の予言者について、まあ、学べば学ぶほど、まあ、どうしてエリアだけが特別なのかなと、まあ、疑問に思うようになりました、まあ、エリアと言いますとたった一人で450人のバールの予言者と対決をしたというお話が有名ですけれども しかし苦労しなかった預言者というのはいなくて苦労しながら語ったという預言者がほとんどです。例えばエレミアという預言者は神の言葉を語るがゆえに牢屋に入れられたり生きたまま泥の中に沈められたりなどということもします。また残された書物ということを考えてみますといざや エレミア、エゼキエルは50章近いとても長い予言書を残しています。ホセアやアモスも短いと言いながらも10章ぐらいはあります。一方でこのエリアは何も残っていません。エリアのお話は今日読んだ列王期、王様の物語の枠組みの中で語られていきます。 そして預言者の多くは、イスラエルの王国の末期、終わりの方に登場して、どうしてイスラエルが滅ぶのか、それは私たちが神様に背いたからだということをまあ繰り返し語ります。国の危機的な状況に際して、神様の言葉を伝える預言者たちが続々と現れます。一方、エリアは、 もっと早い段階に登場します。イスラエル王国が北と南に分裂をして50年ぐらいのことです。まあ、北王国が滅ぶのはここからさらに150年経過を待たなければいけません。まあ、エリアが登場した時点で王国滅亡の兆しが全くないとは言えませんが、しかしまだまだ国としての勢いがあった時期です。 まあその点でもエリアと他の予言者たちは違います。まあ、こうやって比較をすればするほどまあ何がエリアを予言者の代表をたらしめているのかということがわからなくなってしまう。まあ、エリアにしかないこれだという出来事がまあどうも見当たらない。まあ、強いて言えばエリアは 生きたまま戦車にに乗って天に挙げられたとといううことでしょうか、まあ前置きが長くなりましたがエリアの一体何がエリアを預言者の代表をたらしめているのか、まあ、そのことを何回かの説教を通して、まあ、手探りでご一緒に突き止めてみたいと思うのです。 まあこんなことを申し上げると、まあ、行き先のわからない船に、まあ、皆さんを無理やり乗せているかのようで、まあ、少し心苦しいのですが、まあ、しかし、その途中で見える景色もまた私たちの聖書の理解を助けてくれるでしょうし、信仰の糧となることは間違いありません。まあ、そう願いながら、預言者エリアの 物語を通して神様の見心を尋ね求める旅をここから始めていきたいと思いますギレアドの住民であるティシュベジンエリアはアハブに行ったエリアの物語は唐突に始まりますエリアが どんんな人物かとということは全く語られません、まあ、通常ですと聖書で重要な人物が出てくる時には、まあ、モーセだとかイエス様が登場する時にはイスラエル12部族の何族の出身で父親の名前は誰それでというふうにまあ紹介があります、まあ、しかしエリアに至ってはギレアドとティベシュティシュベという地名しか分かりません 聖書の後ろにあります聖書地図の5番ということ、5番をちょっとお手数ですがお開きください。聖書の地図の5番、南,南北王国時代というところです。えー、上に着ねるとこ、下に死、まあの海というふうに湖が2つあります。その2つをまあヨルダン川がつないでいます。 そのヨルダン川のから少し右側に、まあ、分岐している川、これがケリト川でその上にティシュベという地名があります。まあ、ギリアドも斜めの字で書いてあります。このヨルダン川の東側の部分、ここがエリアの出,出身地になります。まあ、彼はこの後、まあとサマリアに出かけていくんですけれども、サマリアというのはヨルダン川を越えて地中海に向かっていくと、まあ、サマリア。 がありますサマリアからは離れた場所そしてもちろんエルサレムからも離れた場所ヨルダン川の東のあまり豊かではない土地です聖書に戻りましてこの何もないところから、まあ、突如として、まあ、砂漠にあふれる泉のようにエリアは現れます、まあ、急にアハブ王の前にやってきて まあ誰も頼んでもいないのに神の言葉を語ります。私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。私が告げるまで数年の間、梅雨も降りず、雨も降らないであろう。北王国のアハブ王はバール信仰に傾いていました。サマリアにバールの神殿を建てて、熱心に拝みました。 バールは繁栄をもたらす豊かさの神です。雨を降らせて作物を実らせると信じられていました。ですから、アハブをはじめ民主は熱心にこのバールを拝んでいました。エリアはこのバール信仰の中心地に乗り込んでいって、雨を降らせるのはお前たちの神ではないと語ります。主は生きておられる。 という言葉は、まあ、信仰告白の一つのつ形です私の仕えているイスラエルの神そしてあなたが捨てた私の神が生きておられるお前たちの神は死んでいる私の神が生きておられるのだと雨を降らせるのはお前たちの死んでいる神ではなくて生きておられるイスラエルの神だとエリアは語ります。 大胆な宣戦布告です。まあ自己紹介もなければ前置きもありません。語ることの許可もありません。まあ惚れ惚れするほど一方通行に神の言葉を語ります。アハブ王、そして北王国の人々にエリアは強烈な印象を残したに違いありません。まあこのようにアハブ王にまあ強烈な宣戦攻撃を浴びせたエリアを。 神様はすぐに隠してしまいます。ここを去り、東に向かい、ヨルダンの東にあるケリトの川のほとりに身を隠せ、そこに隠してしまいます。エリアの故郷に再び戻してしまいます。興味深いのは、故郷に帰って、ああ、やれやれと、エリアがたらふく食べて上を満たした ととといいいううわけでではないということですエリアもまた自分が語った言葉アハブオに語った干ばつの中に身を置くことになります、まあ、そのように神様から命じられて神様の言葉にエリアは従っていきますアハブオの攻撃から身を隠しながらしかしエリア自身も北イスラエルの人たちと同じ雨が降らないという苦しみを味わいます 私たちは早々に、まあ、預言者エリアを通してイエス・キリストの姿を垣間見ることができるかもしれません。イエス様は自分だけが安全な場所にいながらあなたたちを救ってあげようとおっしゃる方ではないからです。ご自分も私たちと同じ苦しみを、いや私たち以上の苦しみの中に身を置いてくださいました。 十字架による死刑という恐ろしい苦しみを味わいながら、あなたの苦しみを私は知っているとイエス様は言ってくださいます。ですから私たちはいかなる恐れや諦めの中にあるときも、イエス様を信頼してイエス様に寄りすがることができます。エリアは 干ばつの苦しみをまあ、経験するだけではありません。カラスに養われるというまあ、奇妙な体験もします。レビキによりますと、カラスは汚れた動物です。ユダヤ人であるなら触ることも意味嫌うような動物にまあ、食べさせてもらう。まあ、エリアにしてみればあまり嬉しくない話。 だったかもしれません。まあ、しかし、まあ、生きるか死ぬかというときに、まあ、そんなことを言ってることはできません。何よりも、エリアがカラスを好きかどうかではなくて、神様がカラスであなたを養うと言われたから、エリアは従うしかないのです。カラスが好きかどうかではなくて、たとえカラスが嫌いであっても、カラスであなたを養うと言われた神の言葉に、 エリアは従います聖書には思いがけない仕方で命を流られらたという物語がいくつもありますアブラハムの孫にあたりますヤコブの一家が飢饉の中で命を流られらたのは、まあ、かつて兄弟たちが憎んで穴に落とした、まあ、ヨセフによってでありましたイエス様ご自身もほとほと疲れ果てて 飲むものもなく困っていたときに、当時ユダヤ人といがみ合っていたサマリア人の女性から一杯の水を飲ませてもらいます。またイエス様の例え話の中でも、宝刀息子の例えでは一文なしになった息子は、やはり同じく汚れた動物である豚の餌を食べて上をしのごうとします。普段であったら、 助けてもらいたくないような相手から助けてもらうのです。神様に命じられてエリアを助けることになったカラスの姿の中にも私たちはイエス様の姿を見出すことができます。私たちは優しくて強くて美しい救い主に救われるわけではありません。イエス様は立派な人としてではなくて ただの死刑囚として死なれました。醜くて、意味嫌われて、弱々しい死刑囚に私たちは救われます。こんなところに救いなどあるはずないと思われるようなところに、しかし、ここにだけ私たちの救いがあると信じて救われます。まあ、死刑囚という言葉を聞いて、憧れを抱く人はほとんどいないと思います。 できれば自分は無関係でありたいし、できれば家族や友人にはそうなってはもらいたくないし、もしそうであるなら、人には知られたくない、まあ、隠してしまいたい、まあ、いっそのこと縁を切ってしまいたいと思う人もいるかもしれません。しかしエリアがカラスに養われたように、神様が死刑囚であるイエス・キリストによって、私たちを救うと決断をし、 実行されたのだから私たちはただ神様の言葉を信じてイエス・キリストによる救いに預かるのです、まあ、たとえイエス・キリストのお姿が弱々しく、まあ、自分が願っているような救い主の姿でなかったとしてもただ神の言葉のみを信じて私たちは救われますエリアは 砂漠から突然召し出されてアハブ王に強烈な神の言葉を浴びせますそして再び荒レ野に戻りカラスに養われるという生活をエリアは経験します、まあ、今日お読みした一節から七節の部分はエリアが預言者として建てられるための訓練だと、まあ、説明をしている本もあります アハーボーに語る言葉、ケリトの川のほとりに行きなさいという神様の命令、カラスにあなたを養わせると言われた神様の言葉、一つずつ神の言葉に従うことを積み重ねて、エリアは預言者エリアとして成長していきます。まあ、このことはイエス・キリストの生涯と、まあ、重なる部分もあるかもしれません。 イエス様ご自身も何も良いものがないと思われていたガリラヤ地方から召し出されて、そしてあれので断食をして宣教活動の準備をされます。サタンの誘惑に会いながら、ただただ神の言葉だけに従うという姿勢を貫かれます。私たちはエリアや イエス様と同じことを真似することはできません。あれので断食をする。まあ、到底不可能です。しかし、ご自分の命を捧げて、十字架の上で弱々しく衰える姿となってくださったイエス・キリストを通して、ただ、このお方だけを通して、私たちの救いが与えられるという約束が私たちにはあります。 ですから私たちは無理にお腹を空かせる必要もなく無理にどこかに戦いを挑むわけでもなくただここに十字架上に死刑囚となって死んでくださったイエス・キリストによってのみ救われると救われることを信じるという恵みだけが私たちに与えられています今年度は預言者エリアの姿をひも解いていこうと思っています まあ今日はその第一回目として、すでにエリアの物語の中に、イエス・キリストの姿が見えてまいりました。この救い主を尋ね求める私たちの旅路は頼りないものかもしれませんが、しかし、この旅路にはイエス様が一緒にいてくださることは分かっています。寄り道をしながら、楽しみながら、しかし私たちの信仰が これまで以上に強められるように祈り求めていきたいと思います。お祈りをお捧げいたします。天の父なる神様、信じることがわからなくなる時があります。あなたを信じると言いながら他人に無関心であったり、ただ無気力に過ごすことが信仰だと勘違いをしてしまう時もあります。エリアがそうであったように、 また、イエス様ご自身がそうであったように、あなたの言葉をまっすぐに受け止める心を与えください。言い訳をせず、不手腐れず、あなたの言葉を素直に信じる教会をここに形作ってください。一人一人の歩みを、瀬戸永戦教会の歩みをあなたにお委ねして、主イエスキリスト